2つ目の質問もお願いしてもいいですか。はい、どこかそのデザイン出されるような場所で就職をさせていただいて、次の年自分の受けたかった本当の分野の方をもう一回受けるっていう部分で、その既卒であったりとかそういった括りになる場合、その企業様の印象としてはどうなのかなっていうのをお聞きしたいです。まずちょっと短期的な話をすると、リーマンみたいなものがなるとすれば、リーマンって翌年落ちて、その次またさらに落ちて、4年間ぐらいそこでっていうような状況だったんですよね。だから今年より多分来年の方がまた厳しくなるというのがまず一つありますっていうのと、あと今回書類落ちと二次面三次面とか最終面落ちてどっちがきついかって話なんですけど、どっちだと思います？そうですね、僕は早い段階で落ちる方ができるものがあります。あ、でもね、例えば国用さん最終面で落ちてるじゃないですか。だいぶ吟味された上で落とされてるんで、国用さんももう一回受けても多分落ちると思うんです。最終面まで行ったんで惜しかったみたいなね。いや、確かに惜しかったんですけど、かなり聞かれてるわけですよね。まあそういう場合は多分もう採用もね上げないんですよっていうようなこともあったりとかするんで、もしチャンスがあるんだとすると、書類で会うこともなく落ちちゃったところだったら、まあありえないこともないかなとも思うんですけども、こう去年受けた人っていうのはもう一回落ちてるんだと、他の人に受験機会を与えたいからってことで、特に今海底市場で応募者バンバン来るじゃないですか。で、面接パワーは限られてる。だから受けて落ちた人っていうのはもう自動的に落とすぐらいの、これも絶対表に出ないですけど、みんなところはあるんですよね。ってことを考えると、僕はもうお勧めしない派なんですけど、どうです？実際どこかで働いてみると、まあ今はどうしても働いたことないんで視野がこういう感じなんですけど、まあ別に出たいって思わなくなると思う。いや、また違う世界があるんですよ。まあそう、確かに1年ぐらい働いたらまた違う感じになるんですよね。なんでなりますね、ほとんどの人が再チャレンジしたいと思わないはず。どこの会社で働くかっていうこと以上に何ができるのかがより大事だから、なんか今と違う目線になるはずなんですよね。おそらく働き始めたらなくなる悩みってことですね。たぶんそうですね。結論、就職浪人しない方がいいっていうことですね。就職浪人は私しなくていいんじゃないのかなと思う。職種的にも経験早く積んだ方がいいですよね。はい、確かに仕事した方がいいですよ、ね。うん、確かに実績積んだ方が。南さん、はい、僕から質問なんですけど、第一志望志望軍を志望した理由は、例えば人なのか、それとも施工されたこの事例なのか、どっちですか？人です。人なんだ、はい、人で志望めっちゃしてますって言ったけど落ちてしまった、はい、っていうことは技術力がないんですよ、はい、デザイナーとしての。なんでこの技術力を押していくと結構危ないと思います。人間性しっかりしてるんで、多分過去頑張ったこととか、学歴とか強みとかってちゃんと言えてると思うんですね。で、なんか志望動機で人ベースにして、この人のこれこれこういう面に、魅力を感じて、これこれ者を志望してますっていうと、結構しっかりした志望力だと思うんですけど、でも落ちてるってことは多分技術力だと思うんですよ。で、その技術力の方で生きていきたいかっていう方が結構人生の決断だなと思っていて、生きていきたいなら僕は起業した方がいい。で、生きていきたくないんだったら別にもう一回就職浪人して一般職、いわゆる総合職の方で受けてもいいかなので、もうそれはもう自分の価値観次第で押し付けるもんじゃないかなと思ってます。一生その技術職でやっていきたいかって言われると、僕はどちらかというとそうではなくて、うん、デザインというものに一生携わりたいっていうのはあるんですけども、それがずっと技術職的な関わり方かと言われればそうではないんじゃないかな。なるほど。だとしたらもう一回受けてやってもいいかもしれないですね。技術だけにこだわらない就職活動、僕はあんまお勧めしないけど、僕は起業した方がいいかなと。21卒で今から総合職受けようと思ってもまだ間に合いますか？まだ間に合います。だから技術系とかそういうのが早いだけで、うん、総合職系とかはもうちょっとゆっくりあるので、浪人しなくても別に今から受け始めていっても全然間に合いますけどね、うん、はい。今心の中ぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。じゃあ今のアドバイスを参考に意思決定をしていただけたらなっていうふうに思います、はい、じゃあ最後の質問をお願いします。嘘をつくのがすごい苦手なんですよ。素晴らしいと思います。その時に就職活動っていう部分で売り込んでいくわけですけれども、自分をこう素直に今までずっと出してきたんですね。でその中でこういう自分の部分を出しながら落ちたのかなっていうのをちょっと考えて引っかかる部分もあるので、そういった時にありのままでいった方がいいのか、企業さんごとに自分のリソースみたいなものを抑えて挑むべきなのかっていうところで、どっちがいいのかなって考えています。これ素直に出してよかったのかなって思う部分は何ですか？今までの就職活動でこういうことをしてきましたとか、こういうことを言ってきましたであったり、そこに対しての自分の価値観みたいなものを結構ズバズバ
言わせていただいたので、そこが企業さんとしてどういった印象を持ったのかな、ちょっと悪かったのかなっていう部分は、そのズバズバ言った価値観の、まあ、例でもいいんですけど、どんなことをおっしゃった感じなんでしょう。今まで受けた企業さんであったりとか、こういう分野をやってる方々はこのまま行くと衰退してしまうんじゃないかであったりとか、こういうところでできるできないがその会社のいいところを分けるのかなみたいな、その自分なりの判断基準みたいなものをこう面接であったりとか、そういった場面で言わせていただいたっていうか、まあ、要はプロに講釈垂れたわけなんで、中身がしょぼかったら、いや、すごい頑張ってきたことに対しての価値観なんで、マジジャッジされますよね。いや、例えば、まあ、僕は人事をずっとやってきたわけなんですけど、いや、人事ってこういうもんですよねとかって言われたりとかすると、上から目線で、そういや、で、すごかったりとかすると、いや、すげえよく分かるなとも思うし、だから、モノハラ剣なわけですよ。まあ、そうですね。で、いや、お前、全然分かってないくせに、何決めつけてるんだよ。きついきついですよね。そう、だから、プロに講釈垂れる以上、浅いことを言っちゃうのは、マイナス働く可能性は、ありますよね。で、面接は言いたいことを言うところじゃなくて、原則が求められていることを回答した方がいいというふうに思っていますと。で、これはよく学生さんが言う、本物の自分でいきたいんです、僕は素直な人間なんでみたいな言うんですけど、そんなこと言ってるくせに、なんか女の子とか口説いてるときはめっちゃアピールしたりとかなんか演技してますよね、プライベートで思うんですけど、なぜか就活のときは僕は丸裸で行きたいんですとかってなんか急になるんですよ。これはちょっと謎めいてて、相手の方に合わせて話をするとかってことはむしろコミュニケーションの基本だと思うので、普段知らない方に話してるときも相手の方に合わせてると思うんですよね。ですので、まあ、言いたいことをお伝えすること自体がダメと言ってるわけではなく、ここは面接なんだな、面接官のほどの立場を考えて、もう受け取りやすいボールをパスしてあげないとですねいきなりどっちも飛んでくると、もう俺はもう疲れてんだぜって言ったから相手の方が取りやすいパスをこうシャッと出していただくとね、そういう意味での言いたいことの範囲をね、分けまえていただければ、まあみんな嬉しいから、やっぱり敬意とかね、愛情とかっていうのはコミュニケーションとしてとても大事かなと思うんですけどね。議論することであったりとか、こう意見を交わすっていうのがすごい好きで、それに関してすごい熱くなる部分もあるので、すること自体はいいと思うんですけれども、やっぱその場所の役割みたいな部分で出過ぎてたかなっていうのはありますか。熱く議論するのはすごく素晴らしいことだと思うので、僕はそれを続けてほしいなと思っていて、むしろ25社落ちたことを僕はポジティブに捉えるべきだと思っていて、むしろサラリーマンやらなくてよかったって思えるぐらいの人生を歩んでほしいなと思っていて、で、自分の意見があるんだったら自分の意見を押し出して、別に大企業に尻尾を振る必要がないかなと僕は思ってます。はい、まず馬場さんからお三方のお話を聞いての感想をお願いします。はい、動画を拝見させていただいたので、皆さんのそのこういう風なことを聞いてくださるんだろうなみたいなのを思いつつ、結構その予想外の部分もいくつかあって糧になったかなというふうに思っているので、聞いたことをもう一度噛み砕いてみて自分の中で決断する一つの要素にできたらなというふうに思っています。ありがとうございます。もう結論から言うと馬場さん素晴らしいです。もう素晴らしすぎてびっくりしてます、正直言うと。で、大人になるってことはお金を稼ぐってことでもあるじゃないですか。で、お金を稼ぐ上で一番大事なのは人から信頼を得ることなんですね。で、そのためには大事なことはやっぱり準備力なんですよ。で、馬場さんの準備力がやっぱすごいです。これをもうこのまま続けてほしいし、絶対成功するんで、明るく自信持って生きてほしいなと僕は思いました。なんか就職活動はやっぱり目線が狭くなっちゃうんで、海はもっとでかいんで、もう広い海を知ってほしいと思いました。はい、以上です。まあ、素晴らしい方なんで、まあ、転職市場などの求人も見ていただいて、少し視野を広げていただいて、より求められているお仕事に、まあ、ご自身などのありようも、まあ、少し寄せていただいたりすると、もう少し声もかかるし、いい活動ができるのかなと思います。まあ、いい方なんで、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。で、いわゆる憧れ系の人気職種を受けてる方だと思うんですけど、そういうところはやっぱり志望動機みたいなところっていうのがしっかりしてるみたいな、人の中からだけ残してもその中にもまだ優秀な人がいっぱいいるっていう、ちょっと言えるとすると、さっきの志望度のところを改善してみるだけでももしかしたら変わるかもしれないっていうのを思いますっていうのが一つと、ちょっと喋り方の中で気になってたところで言うと、例えば最後のコメントも予想外のこともあったで終わってますよね。
何が予想外だったのって聞きたいじゃないですか。すごい面接とかしててすごいよくあるのが、このプロジェクトを通じて私は人をどうすれば動かせばいいか分かりました以上ですみたいな、いやそれを教えろって。そういう作戦でもなく言っちゃう人ですよね。そうそう、だから作戦ならまだいいです。作戦かもしれない、その中身なんで言わないのみたいな、素直に予想外のことって何だったんだろうなって聞きたいんですけど、もしかしたら面接の時のトークでも込めてんじゃないかなっていうか、中身話さずにそれは伝わらないんですよね。だからなんかそういうもう1個2個こう具体的な内容っていうのを話すっていうのをちょっとやってみた方がいいかなっていう気はしました。ちょっとそれが喋り方で気になったところですよね。で、予想外はなかったんですか、予想外の中身は。勝手に皆さんにそのこういった方なのかなっていうのをその動画の中の印象だけで持ってたんですけれども、例えば南さんであれば、はい、その起業をまさかをされるって思っていなかった。いや、そうかな、辛口っていうのを印象があったので、そこでこう覚悟してきてたっていうところがあったんですけども、そこでこう、まあ、褒めていただいたりとか、はい、起業っていう、まあ、自分の中では全くなかったような道をこう提示していただけたっていうのはなかったんだ。そうですね、それが意外だ。それが結構びっくりした。残り半年弱ぐらいあると思うので、これからの就職活動に生かせたらなっていうふうに思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ネクタイの感じがちょっと就活これ大人になると大丈夫ですか。格好は本当にスーツに着られてるんで自覚してる、はい。